皆様こんにちは、クエでございます。私家政婦の豚と申します。本日皆様がお楽しみにご覧になる国際料理というテーマでございます。どんな料理かご覧になる前に、さまざまなお国からいらっしゃった料理にもご紹介いただきたいと思います。では時間があまりございませんので、どうぞご覧ください。あ、私はシンガポールから参りました、シンドーと申します。今日はローションシンガポールを作ります。どうぞ楽しんでみてくださいね。はーい、よーいよーい、僕はセマブタヤと申します。今日とっても大人気、一番すごく本当に美味しくて、日本のずっとという名前もついているお菓子なんですよ。それは何でしょう。よし考えてみましょう。時間があんまりございませんので、好きの方お願いします。ちょっとなんだそれ、あなたは本当に心がないんですか。ありません、そんなものどこかで落としたと思います。ご用がなければ好きの方お願いします。ハロー皆さん、私は中国から参りました、バンピーちゃんと申します。有名な料理を紹介したいと思います。でもまだ決まってないですけど、ブタさんに聞きましょう。ブタさん、今日は何をしたらいいのかわかる？それはお前が決めることです。今日紹介したい料理はね、これ使うだよ。お湯を少しずつ加えて混ぜます。皆さん、料理に色素系ある？あります。ちょっと、キープでございます。そして、また少しずつ加えてよく混ぜます。手に少なくなったら十分です。伸ばします。ウタさん、平らありますか？はい、あります。細くて長く切ります。これからロンションシンガポールと一緒に食べるのサイラップを作ります。まずお味噌を鍋に入れて砂糖を入れます。これからココナッツミルクを作ります。まずココナッツミルクを鍋に入れて塩も入れます。先ほど出来上がったココナッツミルクはこれです。サイラップです。そして食べる時には一緒に入れてもっと美味しくなるため氷も入れます。はい、これは出来上がりです。召し上がってください。はい、皆さん、今度は中国から来たカノッチを作るために
必要なものはこちらです。お米です。ジャンパーです。最後はガーゼ。まずお米を洗って浸してガーゼを1日間置いて、3日間経ちましたらお米をガーゼで煮込んで、はい、そして30分ほど。さん、ここは一番大切なことです。なぜなら絶対に熱が伝わらないといけないし、そして焦げることにも気をつけないといけないし、おいしい花蜜園作りはここで決まるんですもの。30分経ちました。茹で上がりました。今度はこれを練ってください。最後に練っていたお米をザルに入れて、これも使ってくださいね。あ、見て皆さん、花蜜のせいができましたよ。ハノムチーノ製の丸にして、はい、丸にしてね。そしてバターをつけてください、いっぱいに、はい、食べてみますね。アップルオミナイザーは50万円でございますが、この10分以内ご連絡なさったら無料になります。ご急ぎご連絡お願いします。私の国の日本料理を作ってみましょうね、皆さん。はい、ではまず材料を紹介しますね。はい、小麦粉を 100g にしてください。それでこの小麦粉をボウルに入れてください。牛乳をボウルに入れて、よく混ぜてください。はい、あ、あのね、大切なステップです。レンジがありません。レンジがありません。どうしよう。あ、豚さんレンジがありませんか。はい、ありがとうございました。はい、作り始めます。じゃあまずバターをフライパンに塗ってください。フライパンが熱くなるまで待ってください。それで混ぜた小麦粉を熱くなったフライパンに入れてください。私たちのフライパンの中で小麦粉が熱するまで焼きましょう。それで小麦粉が熱くなります。では私たちの完全な東京菓子の皮です。それからソーセージは私たちの具なのですから、皮の中に入れてパッキーで味をつけて、包丁でも味をつけて皮を巻いて、はい、では私たちの東京のお菓子が出来上がった。ソーランソーランソーランアルクイショーアルクイショーしないことがポイントです。
その後に薄く添いでいきます。ニンニクと生姜辛子を入れてすりつぶします。香りができたら4つに割ったトマトを入れ、さらにライムの汁を入れます。そしてナンプラーピープを入れ、ナンプラーをかけます。入れた材料を手早く混ぜ合わせながら汁が全体に馴染むように、実はあんまり叩かないこと。叩いていたらパパイヤがしんなりとしてしまいますから気をつけてください。干しエビを入れる前にココアクランチを入れたらもっと美味しいです。最後に干しエビといったピーナッツを一緒に入れたら出来上がりです。サンドンココアクランチ出来上がりです。ノラが Brown をミックスした高密度なチンゲマツケ、ナチュラルでドラマティックな目元を演出。一組一セット、女でもおかまでも使えますわよ。素敵な空向けチンゲマツケ。皆様がお楽しみにご覧になると大喜びでございます。ではまた同じ時間。教えたいよ、ブダさん。ご足ないんですか？みんなが知りたいと思っていますよ。どうですね。申し訳ございませんが、個人情報を教えてあげられません。それに業務命令以外に話しかけないでください。ご覧になっていただいてありがとうございます。さようなら。ラーレルでさあ、赤く耳かゆいラーレルでさあ